なんか何回もずっとさっきからあれと思って言ってたんですけど、コメントが見えない。にゃ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 ん、ちょっと待っててくださいね。どうしたらいいんですか、どうしたらいいんですか、どうしたらどうしたらいいんですか、私だけですか、ちょっと待ってください、どうしたらいいのかな。ちょっと一回切ります、もう一回やります。できました、治りました、ありがとうございます。ただいま、よいしょよいしょ。皆さんこんばんは、ななみはるです。なんか治りました、よかった。ということで今日は早い部というか、まあおしゃべり会の一部からおしゃべり会でございました。今日は浴衣を着るっていう予告していた日なので浴衣を着ました。どうでしょうか、初めて自分で着付けてみたので、ちょっとね上手ではないかもなんですが頑張ったのでいいかなみたいな感じですね。皆さんちょっとでも夏気分を感じてくれればいいなって思ってます。イン、どうでしょうか、めちゃくちゃ短い髪の毛を結んでます。イン、浴衣浴衣浴衣、どうでしょうか。なんかさみんなにえピンクなのって言われるんですけど、私のライトがよいしょ、そんなにピンク意外でした。なんかめっちゃえピンクなのって言われることにびっくりしちゃって、よいしょ、えピンクだよって思ったんですけど、ピンクピンクなんです。なんかね本当に今日めっちゃ言われたの、なんで黄色じゃないのって、なんか黄色のイメージがやっぱり強いらしくて、十二色の衣装も黄色だから多分それでね黄色のイメージがついちゃってるみたいなんですけど、そうすごいピンクなことに驚かれたことに今日は驚いた一日でした。はい、どうもありがとうございます。みはう、はい、いやもう本当におしゃべり会の日ってさらにいつも以上にずっとしゃべり続けてるので、休憩中もずっと誰かしらとしゃべってるからめっちゃうんってしちゃうんですよ喉が。だから今日も何回もうんってやっちゃうかもしれないんですけど、お気になさらずよろしくお願いします。いや今年っていうか私人生で初めて本当の自分一人で浴衣を着付けることができた自分にちょっと感動しました。去年はメンバーに手伝ってもらったりとかしたんですけど、今年は自分でちょっと時間がね合わなかったので自分でね頑張って格闘しました。でも嬉しいです、なんとか着こなせて。もう結構メンバーみんな今日も浴衣着てるメンバーいたけど、みんな頑張って自分で着付けててみんなすごいなって思っておりました。着付け習ってないよ、動画を見て、今の現代ねいろんな方が着付け方をね動画でね配信してくださってるので、その動画をいろんなのを見ながら自分に一番分かりやすいものを探してきましたね、はい、頑張りました。めっちゃやっぱりね今日めちゃくちゃ暑かったんですよ新潟、毎日行ってるかもしれないんですけどめちゃくちゃ暑くて、めちゃクーラー効かせたのにもかかわらず
暑すぎて、もうせっかくさお化粧着したのにめっちゃ汗かきながら頑張って着付けてましたね暑かったです。本当に暑かった。暑すぎて、もう外が暑すぎて、もうねお外で出てなんか室内に戻ってくるとめちゃくちゃ眠くなるじゃないですか、暑さに疲れて。その感じでした。一瞬ねお写真撮るのにお外出たんだけど暑ってなって、こりゃみんなお外で遊んじゃいかんと思って、みんなね必要以外のことお外出ない方がいいよと思ったぐらいの暑さでしたね本当に。いやーすごいよ連日暑くて。でもね台風が近づいてきてるみたいで、それでお天気がねすごい温度もだけど上がってるみたいで、明日はちょっとお天気が崩れやすいみたいなので、雨降っちゃったらねちょっと傘忘れないようにしなきゃとかいろいろあります。こんばんは。お、はじめまして、はじめましてね、新潟暑かったのよ、うん、めっちゃ暑かった本当に、もう暑すぎて。でも悲劇が2回起こりまして、私の部の最後の時間に今おしゃべり会をタブレット端末でやってるんですけど、イヤホンを挿してるんですね。でも私ずっとイヤホンの距離感がつかめなくて、手を動かした瞬間にイヤホンの線をチョップしちゃうんですよ。そしたらその結果タブレット端末が倒れてくるわけじゃないですか。そしたらボーリングみたいに飲み物がね目の前にあるのも一緒に倒れてくるじゃないですか。そしたら水がかかるじゃないですか。っていうのを同じ部の中で2回やってしまって、笑われました、目の前に本当に気をつけてたんですけど、なんか耳にずっとイヤホン刺さってると感覚がなくなってきちゃうんですよね、刺さってる。だから普通になんかこうなんか行動しようとした時に忘れてて、それでタブレット端末倒れてきて、そのままお水もバシャーンみたいなことを本当にしまして、あれーみたいな。でも浴衣って素晴らしいですね、すぐ乾きました、よかったです、よかったです。本当に本当におしゃべり会ねいらしてくださる方、本当に稀になんですけども、喋ってる途中に私こう手を動かす癖があるみたいで、手を動かしてそのイヤをチャップしちゃった場合、一瞬にして机がバーンって映るっていうことになりかねませんので、もし私のしゃべり会に来てくださる方いたら、もしかしたらっていうので頭の片隅にね置いといていただけたらなと思います。はい、手を動かしてこう伝えようとかするとバーンってやっぱイヤホンのね距離感が本当にずっとつかめないためにそういうことが起きてしまって、わーっていうことが起きちゃうので、はあ、イヤホンチョップです。本当にやってしまいます、すいません。本当に稀にです、本当に1日あるかないかですね。はいすいません、その時は。でも大体バイバイとか本当の最後の終わり際とかに、なんかこうバイバイってしようとしたこの手上げた瞬間にこのイヤホンが手に絡まってバーンとかっていうのもありますあら本当にイヤホンとね仲良くなれないんですよ。こんばんは、めっちゃレアですよレアです、レア、めちゃくちゃレア。でもいっぱい今日は浴衣をね見て喜んでもらえたりとか、すごいなんて言うんだろう、
ちょっとでもね笑顔が増えたのでよかったなって思いました。嬉しかったですね。うん、そうなんですよ。おしゃべりが楽しかった、ありがとう、よかったです。浴衣涼しいよね。今日はね暑かったね。室内だったら全然いいんですけど、屋外に出てしまうとね暑かった。日差しがもうねじりじりしてたから、ま、風も熱風ですしね、ちょっとというかかなり暑かったですね。室内は快適でした、ものすごく。はい、だから暑すぎない時期に着たいですね、浴衣はできる。そうなんですよ。ピンク、ピンク、ピンク。ママは。夏って何月までなんだろう。9月?10月?9月?9月?10月何月までが夏なんだろう。うん、9月10月かな。9月まで最近暑い。いやーまだまだこの暑さが続くのですね。それはそれは、ああわーって感じだ。結構まあお仕事勤められてる皆さんも今日とか昨日とかから夏休み入ったよっていう方も結構いらっしゃるみたいで、夏休みっていう響きがまず懐かしいので、わ夏休みって何してたかなってよく考えてたんですけど、何してたんだろうなって思って考え抜いた結果、やっぱりお祭りとかですね、祭りとか宵宮とかに行ってましたね。やっぱり夏イコール屋台とかそういうイメージがやっぱり強いので、来年こそはね全国各地で皆さんがねいっぱい集まって楽しめるぐらいにねなってたら嬉しいよね。世間も世界もねそうなってることを願います。来年の夏にはって今日から立春なの。秋早っ。でもそうやってるうちに涼しくなるんですよね。だってもう今年も8月だからあと4ヶ月で今年終わるって考えると、もうああもうわーって感じですよね。もう早が過ぎませんか。早すぎません、本当に。立秋か、読み方間違っちゃった。暦の上では立秋、あ立春は春か、立秋早いよー。もうさ春だと思ってさ、わあお花が咲いた、桜が咲いたって思ったらもう梅雨だー、わあ雨だ、ジメジメしてる、夏だ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 、暑いよーと思ったら秋だ、秋なんてすぐにいっちゃって、冬だ冬だ冬だ、わ年越しだって感じじゃないですか。これからでも早い、めっちゃ早いからもう恐ろしいですよって感じよね。すごいよね、早いよね。そんな感じしませんか。こんばんは、こんばんは、こんばんは。お、今日お誕生日なんです。お誕生日おめでとうございます。
暑いのでアイスケーキなんて食べてお祝いしたらどうでしょうか。おめでとうございます。ハッピーバースデー。お誕生日ってやっぱりね、祝われると嬉しいじゃないですか。だからみんなで祝いましょう。せーの、お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。私全然オリンピックについていけてないんですテレビつけて入ってたら見るんですけど、なかなか終えてなくて。みんな優しい、おめでとうって言ってるね。おめでたいですね、誕生日。すごいよね、すごい年だな。オリンピックがだってねえ、日本でね開催されてるってすごいよね、本当に。なるほどね、夏休みだと学校のみんなに会えないから祝われない。そういうのにね、私はちょうどだいたい祝日か卒業式とかだったので、私もねそんな盛大に祝われるというよりかは別れの季節みたいな感覚が大きい気がしました、学生時代はね。割と結構おしゃべり会をねこうさせてもらってると、なんとかの競技が面白いよとか、なんとか見てとか、何々のスポーツいいよとか、何々見て見てないのってすごい言われるんですけど、いや私が遅すぎて情報量あのが遅すぎてもうパンクしちゃうから、もう私はテレビにつけてちょうど入ってたものを見るっていう形式にしております。そんな感じでございます。はい、花火が見たい。私も花火見たい。やっぱり花火ってすごい感動するし元気になるしね、花火見たいです。いやー、オリンピック明日までなの？わお、めちゃくちゃ佳境に入っておるんですね。あっという間だ。なんかね、前半が終わりましたってなって後半戦ですみたいな感じから、もう早いわね。もう今日おしゃべりが行きました。あんなに可愛かった、ありがとうございます。そんなことございませんですが、みはちゃんニュース見てるイメージ。ニュース見るね、全然見ちゃう。駅もメダルすごい。オリンピックは日程詰め詰めだから、あっという間に。確かにね、そうかもしれない。でも結構歩いててもいろんな人がなんかオリンピックの話題を話してる声とかがちらほら聞こえてくると、わあすごい素敵だなと思って。すごい、もう各競技のすごい方々が集まってる中でテレビの前の人をめちゃくちゃ魅了してるわけじゃないですか。かっこいいなって思います。オリンピックに出てる皆さんってすごいなって。すごいよね。すごくない？だって4年に一度の大舞台が自分のさ住んでいる国であったりとかするわけじゃないですか。すごいよね、そう考えると。皆さんもオリンピック見てましたか？私の同郷から金メダリストが出ました。すごい嬉しいですね、そういうのって。素敵ですね、おめでとうございます
結構皆さんオリンピック見てたよって方が多いかもしれないですね。素敵ですね。一緒に応援して一緒に泣いて一緒に熱くなって素敵だわ本当。まあまだね、明日までってことなので、いろんな楽しい気持ちでオリンピック見る方もいれば、もう終わっちゃうのかって気持ちの方もいれば、もう熱が上がりすぎて頑張れ頑張れってなっちゃう方もいたり、そんな熱くなれるオリンピックって素敵だわ本当。すごい、みんな野球を見るんですか。みんな野球野球言ってる。きっと野球を見るんですね。野球、じゃあ今日今配信来てくださってる皆さんも多分きっと野球が気になっちゃいますね。ここでみんなが野球見るよ野球がって話をしてるといいですね。頑張ってください皆様。陸上もクライマックス、いろんな競技がそっかクライマックスになってるわけなんですもんね。今頑張ってください、どの競技の選手の皆さんもチームの皆さんも。なんか私ちょうどテレビつけた時に 400m リレーの予選が入ってたんですよ。でたまたまつけて見てただけなんだけど、一瞬なわけじゃないですかプロの方々って。すごい速さで走るから、もうなんか勝手に力がこもって頑張れ頑張れっていうか、いけいけって勝手に声が出てました。画面とこんな近くなって頑張って頑張ってっていうのをしちゃって、あーすごいなーって、こんな一瞬にして引き込まれるんだって思ったし、一瞬にして引き込まれる魅力がスポーツってほんとたくさんなんだなって思いました。すごいよね、思わずさこうなってた本当に頑張って頑張って、すごいよだって。でも自分のさ基準で、まあ、何百メートルとかあるじゃないですか。学生時代を思い出して、何百メートルってあの距離自分だったら精一杯なのに、あの距離はあんなビューンって走っていけるってすごいとか、そういう考えをしてみて、すごいですよね本当に。こんばんは皆さん、本当に配信が終わったら見るのかな、オリンピック。私何秒なんだろうな、 100m 走本当記憶なすぎて分かんないんですよね。そうですね、高校野球もあります。そうね、夏といったら高校野球もありますね。球児の皆さん頑張ってください。最後の夏、1時間なので30分から始めたので30分には終わりたいかなと思っております。もう30分ぐらい経っちゃう、早いね。100m って何秒からが速いって言うんだろう。そもそも私秒数覚えてないから、自分が速いか遅いのかすら分かんないんですけど、記憶上では遅い方でした。うん、じゃあ晩ご飯食べました、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 食べました。はい、 100m10 秒、どういうこと。 1m10 秒以下で走る。もう全然頭が回んないです、すごすぎて、すごすぎるよ、すごーい。
なんか 100m が結構遠く感じるはずです。今もし校庭とかに 100m の長さ見たら、え、こんな遠かったっけって心が折れそう。昔ね、学生の時だから何も知らずに走るとき、 100m 走いざ用意ドーンってしたらめっちゃ長く感じそうだな。なんかあの長座大前屈とか反復横跳びとかあるじゃないですか。ああいうの結果本当に全く覚えてなくて、よくなんか握力何だったとかあるじゃないですか、なんとか係だったとか、そういうのが本当に記憶なすすぎて、自分が何係だったのかなとか時々思うことあります。本当に何秒だったんだろう私。でも本当に全然速くなかったし、頑張って走っても速くなかった記憶があるので、何秒だったのか分かんないです。シャトルラン、シャトルラン本当に本当に苦手でした。なんかだん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 こう追い込まれていく感じがひーって思ってたけど、すごいやっぱりバスケ部の女の子めちゃくちゃ強くて、みんなずっとあのどんだけシャトルランが進んでも残ってたイメージあるな。メートルか、でもああいうなんか用意ドンで走る感じの、例えば 100m とかそういうのってめちゃくちゃ心臓緊張しませんか？あの用意なんかパーンってやるじゃないですか、あの音がめっちゃ緊張、なんか緊張さらにするんですよ。用意ドンのあの音わーって思うとちょっと出しても遅い。でも運動が得意じゃない子にしては運動会ってめちゃくちゃ結構難易度が高かったなと思います。いろんな競技をさ、みんなこう割り振られてやったりとかするわけじゃないですか。自分の球技が特にダメダメで、ダメダメ具合がすごかった記憶があります。バーンと急な音ダメなんですよね、本当に。今からなるよーって言ってほしいんですけどね。よーい、なんかさ、よーいドーンじゃなくて、なんかよーいドーン、よーいパーンって感じじゃないですか。だからその一瞬のよーいドーンじゃない、よーいドーンのうんの時に、いいまだかいって なるじゃないですか。あれがめっちゃ緊張します。まだかいって思った瞬間にパーンってなるから、あっと思って走ってた記憶があります。こんばんは。笛も怖かった。ピーなんかよーいピーとかめっちゃ遠くいからわーってそれにびっくりしちゃう。でも今の NCT で運動会やったら誰が強いんだろうな、誰だろうな、もはや分かんないですけど、運動神経わりかしみんな良さそうなイメージはありますね。私はもう本当に本当にダメなんです、運動が下手っぴで。だから足を引っ張ると思うので、はい、足運動神経いい人誰だろうな、本当にわりかしみんないいと思われます、やっぱり。誰だろうな、選びきれないかも。意外になんか、え、めっちゃ運動できるんだとか、もともとなんか部活やってたんだとか知ると、だん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 なんかその子がスポーツ能力に長けて見えるというか、
確かに2期強そうだね。みんななんか運動神経良さそう、勝手なイメージですけどNGT の運動会、いやしてみたいですよ。私 AKB グループの運動会に参加したことがなかったので、当時まだ研究生として活動させていただいてたので、 NGT が優勝したとかも全然その当時本当に知らなくて、なんならあのなんだろう、情報を頑張ってかき集めるっていう感じで情報を収集してたので、私もあの場にいたかったなって思いますね。出てみたかったですね、運動会。そうなんですよ、結構 NGT ってあの当時あの正規メンバーの子たちがいろいろ出てたので、なんか NGT の思い出ではあるんですけど、実際そこまでその場にいたわけじゃないからちゃんとわからないからなんか詳しく言えないんですけど、そうなんですよ。だからあのなんて言うんですかね、勝ったことは知ってるけど、みんなで出てみたかったなみたいな気持ちはね、やはりありますよね。運動会楽しそうじゃないですか。なんか靴のマークの赤い T シャツも知らないもんそうなんですだから NGT だけで運動会も楽しそうだなって。運動会っていうワードが楽しいじゃないですか、なんか絶対的に。だからめっちゃ楽しそうって思ってます。楽しそう運動会。運動会ってなんか学校の運動会とはなんか違うじゃないですか。それがもう一個の醍醐味というか、運動会、学校の運動会はまあ学校だけど、もうメンバーっても知り尽くしてるというか、もう長い仲だから、だからこそ楽しそう、楽しそうって思います。そんな感じしませんか。なんか知り尽くした仲だからこその運動会が本当にしてみたい。なんかめちゃくちゃでもへこみそうだな私。え、みんなめちゃくちゃ運動神経良すぎないって思ってへこみそうな気がするな。はい、ね、楽しそう。私はパン食い競争がいいですパン食い競争でお願いします。私はパン食い競争がいいです、はい、パン食い競争専門でお願いします。でもさ、パン食い競争って結構スタートダッシュが必要じゃないですか。うわスタートダッシュ、何が一番私向いてるんだろう。本当に向いてないんですけど。運動会の競技何やったんだろうか、 AKB グループの運動会の時。本当に大変なぐらい運動音痴でございますので、はい。あ、玉入れいいね。玉入れならまだできるかな。わかんないよ、奈々ちゃんめちゃくちゃ走ってるか、走れるようになってるかもしれないしね。でも私の地元の時にいた高校でもあったんですよ、パン食い競争が。そのパンが本当にちゃんとパン屋さんが作ってくれてるパンだったんですよ、美味しいパン。私パン食い競争の人じゃなかったんですけど、そのパンを見て、うわパン食い競争すればよかったって思ってて、だからパン食い競争がしたいんです。そうなんですよ、
ちゃんとパン屋さんのパンだったんだよ。だってパン知らなかったんだもん、だって私っていう理由なんですけど、私はもし NGT で納会するなら、パン食い競争に立候補します。はい、こんばんは。でしょでも結構あのパン噛んでもなんか結構取れないんですよ、あれって。だから結構いろんな意味でパン食い競争、パンもらえるかもしれないけど大変ですよ。あ、そう、パンが食べたいだけなんだけど、美味しそうだったんですよ、そのパン屋さん。何あったかな、なんかほとんど覚えてなくて、運動会がオーディションのほんと数日前だったのを覚えてて、それしか覚えてないです数日前なん、どれかの何時審査か忘れたけど、オーディションの数日前で、結構ね、あの日焼けしちゃうじゃないですか。どうやっても日焼け止め塗ったとしても、日陰にいたとしても焼けちゃうから、めちゃくちゃ頑張って日焼け止めを塗って、日陰にもいたけど焼けちゃったって思い出がありますね、運動会は。それが最後の思い出かな、学校行事。綱引きかな本当に記憶ないんですよね。その引き見てた気がするな、やったのかもしれない、分かんないですね、記憶がないです。本当に記憶が曖昧になっちゃうんですよね、学生時代の記憶。騎馬戦はなかったです、私の学校は。二人三脚はあったかな、あったような気もします。何あったかな、忘れちゃいました。でもなんか運動会っていうよりかは、クラスでなんか高校になったらクラス T シャツみたいなの作るじゃないですか、ユニフォーム、クラスユニフォームみたいな、あれが楽しかったですね。それで満足私運動会よりもそれでなんか楽しくて満足って感じでした、気持ち的には。一生残るじゃないですか、なんか思い出、それだけでよかったかなみたいな。こんばんは。ママ、すごいぞ、続々と地域によっての競技をみんな言い始めてるけど全然わかんない、ごめんなさい。私ご飯食べてきます、食べてきてください。なんかいろいろありますよね、なんかチームのカラー、何組は何色みたいなありませんでした。自分が何色だったかは覚えてないですけど。高校の時の地元のお友達が昔の写真をね送ってきてくれて、めちゃくちゃ懐かしい、高校生、普通に高校生してた時の写真をくれたんですけど、その時に運動会の写真があって、あ、そういえばこんなユニフォームというかクラスのユニフォームだったなとか思って見てたら、なんか高校って楽しいじゃん、そんなみんなでさ仲良し小良しでクラス T シャツとかさ、クラスユニフォーム作るって、なんか楽しそう、 NGT でもしたいなって思っちゃった
でも少ないか人数的に。もうちょっといたらチームいっぱい分けてさ対抗できたかもだけど、ちょっと足りないかもしれませんね。体育祭か高校になったら。運動会は中学校まで体育祭って言ってたかな。なんか全然その呼び方すら記憶にないんですけど、体育祭かもしれません呼び方。はい、こんばんは。なんで呼び名変わるんだろうか。運動会も体育祭も一緒一緒なのか。体育祭か、体育祭かもしれません。え、中学校も体育祭っていうのか。え、中学校も体育祭でしたっけ。あれ、そうなのか。そうだったか。ほら全然記憶ないんですよ私本当に記憶ないでしょ。本当に記憶ないです。自分が何の競技やったかなんても覚えてないですね。なんなら何組だったかとかも全然覚えてなくて、多分もうその時その時で精一杯すぎて記憶が多分ねとどまってくれないんですけど、結構ちゃんと覚えられる人いるじゃないですか。なんか中学校は何組で何とかかんとかだったとか全部言える人、頭すごいな、収納力すごいなと思うんですよ。文化祭も覚えてないですよ私、何やったか全然覚えてない。全て本当に忘れちゃうというか、思い出せば多分思い出せるんでしょうけど、パッて全然出てこなくて、もう本当に NGT のこの6年で埋め尽くされてます。多分ね、お友達と喋ってたりしたら、あ、こういうことあったとか、あ、確かにこれなんか体育祭とかでやってたなとか、そういうの思い出すはずなんですけど、きっとね、そういうものですよ人間。次から次へと覚えなきゃいけないことがあると、多分昔の記憶ってね、多分自然に忘れてっちゃうんでしょうね。はい、そんな感じなんじゃないでしょうか。結構皆さんも、まあ、ちゃんと覚えてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、学生の時例えば何組だったとか、なんか大吉さんでは何とかやったとか、全部覚えられてることっていないんじゃないかな。なんかよっぽど繰り返し思い出してたらそうですけど、同じ方いません私はすぐ忘れちゃうんだけど、忘れちゃうというか忘れてはないんだろうけど、覚えてるんだろうけど、記憶の奥底にありすぎて、え、覚えてる方結構いらっしゃるのかな。すごい、結構わかるっていう方が多いですね。すごい、私の記憶こんくらいだと思います。体育祭とか本当に何してたか全然覚えてない。きっとあれですよね、なんか例えば卒業アルバムとか見たら多分皆さん思い出すタイプですよね。きっと私もそういうタイプだと信じてるけど、写真とか見るとめっちゃ思い出しません？動画になって思い出される。私はなんか写真見ると、あ、この時なんかこれ流行ってたなとか、こんな格好してたなとか、写真見るとなんか動画でおーってなるタイプなので、多分ね覚えてはいる。はい、
学生の頃に戻りたいかって考えたんですよ、この間。でも、あ、なんかもう一回ちゃんとお勉強したいなって思った気持ちもあるんですけど、結論、あ、戻らなくていいやって思いました。今が一番、なんて言うんだろう、今が一番いいというか、学生時代戻らなくていいやって思ったんですよ。なんか、まあ、学生時代は学生時代で楽しいし、学生ならではの学べることもいっぱいあるし、皆さんだったらなんか戻れるって言われたらどこに戻りたいですか？私はね、別に戻らなくていいやって思ったんですよ。皆さんはどこに戻りたいですか？結構聞くとなんか小学生っていう人が多いイメージある。頑張ってください。ありがとうございます。高校生か、3歳児中学校か、中学校もありかな今はいい。大学っていう選択、私の中にはね、大学は卒業してないからないけど、大学っていう、いいね、大学戻るならか、20歳ぐらいがいい、中学校素敵。まあそれぞれいろんな思い出があったりとか、今が楽しいっていう方もいるだろうし、あの時のこれやり直したいなとか、あの時戻りたいなとかあるけどね。えでも人ってどうにかなるんですねって思うよね。すごい、幼稚園の時楽しく、幼稚園の記憶残ってるってすごいですね。鮮明、めちゃくちゃ幼稚園超絶鮮明に覚えてるかって言われたら、行事でどんなことしたかとか全然覚えてない。でも多分ね、ホームビデオとか見たらね、ああとかなると思うんですけど。はい、でももう一人の奈良美春がの人生があるんだったら、いろんなお仕事でいろんな高校にお邪魔させていただく機会が最近あって、オープンキャンパスをひたすら行くと思います、私はって思いましたね。もし今の奈良美春じゃない、もう一人の奈良美春の人生があって、赤ちゃんからずっと違う人生があるのであれば、高校の時はもうひたすら、例えば自分がこれをしたいって思ってても、全く違うジャンルの高校に、ここ大学だったりとか、オープンキャンパスに行ってみたりしていたいというか、してたかなって思います。ひたすらなんか本当に感じたんですよ。やっぱり自分のね、好きなものをやるっていうの大事だけど、全く自分は関わらない分野だなとか思ったとしても、実際関わってみるとなんかいろんな発見があったりとか、あ、こういうね、いろんなお勉強されてる方がこういう関係の、なんだろうな、機会だったりとか、そういういろんなのを支えてくださってるんだなとかっていうのを知ると、なんか自分がこれだけだってならずに、なんか新しい発見とかワクワクとか広がるんだなってことに気づいたんですよ。だからもしもう一人戻る、もう一人の自分の人生があるとしたら、めちゃくちゃオープンキャンパスに行っててほしいなと思います。ひたすら行くのって大事だなと思いました。やっぱり自分、例えば保育士さんとかだったら、保育士さんの学校とかが重点的に行くものじゃないですか。でもすごいオープンキャンパスの、なんだろうな、魅力に気づきましたね。はい、そんな感じです。はい、
7分あっという間だった。おしゃべりしてた、あっという間ですね。はい、こんばんは。オープンキャンパス、オープンキャンパス。そう、明日もおしゃべり会があります。明日はかわれくんの生誕ティーを着るって予告してたので、前から生誕ティーを着ようと思ってますので、もしおそろちで持ってくださってる方がいらっしゃいましたら、一緒にもしね着てこれたらお揃いになりますっていうお話ですね。はい、いや久しぶりにこんなずっと朝から浴衣を一日着てたので、なんか久しぶりな感覚でした。ありがとうございます。という間、本当に早かった。ありがとうございます。あ、スクショタイムしますか。スクショタイム、ダン。取れたかな。じゃん。それでは明日もおしゃべり会です。皆さんよろしくお願いします。バイバイ、バイバイ、バイバーイとか言いながら、全然あと5分以上あるんですけどね。時間まできっかりやりたいタイプなんで思ったより時間あって自分でもびっくりしちゃった。明日雨降るんでしょ。ちょっと見てみよう。ピッピッ、あれ明日晴れになってる。あらあら、しあさってぐらいちょっと天気崩れるのかな。あらあらあら、なんか晴れになってました。雨だと思ってたら天気変わるのかな。あれ、やった、ちょっと嬉しい。皆さんも天気予報見て傘忘れずに過ごしてください。引き続きね、お互いに感染予防対策しっかりしていきましょうね。はーい。お互いにね。私も気をつけてるんですが、一緒に気をつけましょうね、ピッ。明日はよろしくね。はい、お願いします。今日雨降ってるとこもあったみたいですよね、お天気を。雨ね、でも新潟もわーっと雨降ったって聞いたけどな。なんか思ったのが、今日写真撮るのに一瞬外出ただけでめっちゃ暑くて、でクーラーの部屋戻ってきたらめっちゃ喉乾くんですよ。一瞬でもそうなのに本当に
これは本当に水分先回りで飲まなきゃ大変だって思ったので、本当に皆さん先回り先回りで水分取ってくださいね。特にお外でお仕事される方とか、お外を走り回らなきゃいけなかったりとか、お子さんもそうですけど、皆さんお外に出るときはね、出る前にお水飲むとか習慣づけた方がね、熱中症になりにくくなるかもしれないから気をつけてくださいね。本当に私も気をつけるけどね。うん、喉乾いてなくても飲むこと、クーラーが効いてるお部屋にいてもちゃんと水分取ること、徹底してください。皆さんも、私もめちゃくちゃ飲みます。お家でもおしゃべり会中もめちゃくちゃ飲むし、水こぼすし、こぼすのは私だけです。はい、こぼさないように気をつけます。そうね、塩分もね、あと汗かいたらちゃんと汗拭いたりね。汗かきすぎて急にクーラーのとこ行くとね、寒くなっちゃうからね。まあ、夏場ってね、もう飲んだら汗かくし、汗かかないようにと思ってちょっとね、飲み物少なくしちゃったりとかすると熱中症になっちゃったりと、調節が大変なので、そこはちゃんと自分の体と向き合いつつね、過ごしていきましょうね。うん、あ、もう30分、あれ、あっという間に5分経ってた。ということで皆さん、ショールーム見てくださってありがとうございました。それではバイバーイ。